ファッション。高橋ナナエ。プロレスラー高橋ナナエがナウェイに挑戦を開始したのは昨年12月。無敗のラウェイ選手に激勝し王者に認められた。そして今年2月には日本で完全なるラウェイ女子としての姿を披露。強くて勇敢な戦いぶりだった。しかしミャンマーもこのまま日本人にラウェイ女子とかほざかしておくわけにはいかない。送り込まれた刺客はボクシング無敗の歌姫ブロニカ。ミャンマーの国家指定強化選手として鍛え上げられた女子ボクサーがダウェイ転身。国の威信をかけた高橋ナナエの刺客へと転身を遂げた。しかし、そんなバトルサイボーグ、ブロニカには夢がある。それは、歌手。スター発掘番組に自ら応募するなど、本心は歌でステージに立ちたいのだ。夢見る乙女が次の人生へ向かうためには、与えられた仕事をこなさなければならない。勝利し未来をつかめるか。ブロニカ VS 高橋ナナエ。楽しみな戦いがやってまいりました。3分3ラウンド制です。さあ新田さん、はい、この試合は楽しみでしょ。僕は楽しみでしょうがなくて、ね、もうやっぱりね、初めて見たこの2月の試合、この高橋ナナエ選手のね、もうなんて言うんだろう、ファイト魂っていうのかな、根性ね、すごかったんですよ。すごかったですね。はい、で今日のゲームですがね、この試合ではブロニカ相手でしょ。だってブロニカボクサーでだって負けないでしょ。相当強いですよ。そうなんですよ、さあこのやりダンスを見ながら改めて見ていただきたいんですが、これ山口さん、はい、ブロニカがね、ボクサーいわゆるナショナルチーム強化指定選手、これは相当なもんでしょ。さっきの映像を見ても、ね、うん、あのかなりいいパンチ打ってたんで、うん、本当にあの楽しみですよね、これはね、はい、でご覧のように愛らしいマスクをしていて、国内ではあのアイドル歌手としても活躍をしているんだそうです。したがって、面白いなと思うのはボクシング無敗の歌姫という、そういう表現もされてるんだそうです。さあブロニカは今日どんな歌をリングで見せてくれますか。女子ラウェイ 64kg 契約3分3ラウンド、いよいよゴングで。アイナさん、もちろん気持ちは高橋に入りますがね。もちろんです、やっぱり。やっぱり勇敢ですね、高橋は。すごいな、すごいな。そうだそうだ、高橋先生やっぱり 首をつかみに行きましたね。行きましたね、ボクシングにはない。この首相撲あるいは首投げが一つのペース、自分の得意とするところ掴みに来ますが許さない。でも打撃うまいですね。うまいな、すごい。やっぱボクサーだからね、ブロニカのパンチ、しかし押し込んでいく圧力は高橋ナナエです。ミャンマーではモモコで大人気、そのモモコ行きました。これはどうだ、これは取らない、ラン取らない、スリップスリップスリップ、はい、いや山口さん、ジャブがいいですね、ジャブがいいですね。これはどうだ、ダウンは取ってない、ダウン取ってない、ダウン取ってない。で今回のラウェイは見てご覧のようにすぐに立ち上がるとダウンは取りません。さて、でも効いてますよ、これ効いてますね、ラウンド1からちょっと高橋ナナエ、このパンチは非常に脅威感を感じてるでしょう。ダウン、あ、今ダウン取ってますね、取ってますね、これね、取ってますね、ダウンね、ダウン取ってます。これは一度のダウンということになりました。1ラウンドで3回ダウンしますと TKO 負けということになります。さあそれでもひるまずに前に進めて、これはテクニックが、あ、なるほどね、
懐に入らない、首をつかめない、高橋思い渡せない、これはどうだ、ダウンは取ってるのか、取らない取らない、ダウンは取らない。さあ高橋がひるまずにまだ行く、右足ミドル、そしてパンチ、ミャンマーボロニカのパンチ、膝パンチ、左右の今連続のパンチが入ります。ボッツ首をようやく取った、高橋がようやく首を取った、上になる、これが高橋のペースです。首投げあるいは首相撲、捕まえてコントロールするのが高橋のペース。あとね、高橋はねバックドローも結構効くんですよね、やるんですよ、そのバックはまだ出ていないようです。来た、ま、ね、必殺必殺バック、バック肘が出ました、強烈。さあ高橋がいっぺんにペースを逃げてる、パンチ入る、バック、今度は逆に今ブロニカお返しとばかり、今度はバック、いいですか、手が入ってくる、パンチワンツー、パンチ顔面に入る、高橋危ない、高橋危ない、高橋が今詰める、今高橋が首を組んで膝を組んだ、高橋、高橋が膝、膝いいですね。そして高橋がちょっと足がふらついてるのが大丈夫だ、首つかまえて膝っていうのはあるよね。そうですね、あとローですね、ロー前にがどうなんで、はい、もう一度聞いてきてますよ、聞いてますよ、はい、ローが聞いている、ロー聞いてます、ブロニカがちょっとぐらつきました、パンチ、高橋の注意、このパンチは、はい、山井さん、はい、高橋もしかしブロニカも気持ちが強いですね。そう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 、裏剣を見せました、パンチが来る、パンチダッシュ、ブロニカ肘膝、高橋耐えた、ハイキックは空振り、さあ高橋負けない、高橋行く、首をつかめるかどうか、高橋パンチ追い込んでいく、高橋猛牛のように、そして今食いました、そうそう、膝膝膝、燃えるパッション高橋が、いいね、あーっと一ラウンドが終わった、あの形で膝を、ね、入れてるんですよね、意外な息の詰まるような1ラウンドはダウン1回、高橋七重でしたが、新田さん、いい試合ですね、いい試合になりましたね、ルールについてご説明いたします。さて3分3ラウンド制です。お気づきのお客様もいらっしゃるかと思いますが、ダウンというものに関しての概念も通常よく見る立場の格闘技とは少し異なっています。これ山口さん、はい、改めてちょっと相手にしてみれば、はい、思いもよらないところからパンチが来るんですね。あのボクシングの選手がやっぱ戸惑うのはバックブローらしいですよね。なるほどね、そろそろ出ないかなと思ってね、新田さんがおっしゃったその後すぐでしたよ、嬉しかったです、あれ耳に入ったのかもしれません。アイナさん、はい、高橋七重はしかしよく戦いましたね、1ラウンド目ね、こういう戦いが見たいですね、すごい燃えますね、ラウンド間のインターバルはご紹介している通り2分間、この2分間でどこまで回復することができますか。高橋七重の表情です、そしてセコンド陣です、そして今回はレフェリーは男ということになってますが、前回まではレフェリー陣も女性、あるいはセコンドも女性というパターンがあった、それだけにちょっと今日はまた形を変えました。こちらはブロニカボクシング無敗の歌姫でありますが、さすがに山口さん、はい、パンチはさすがです。やっぱりジャブがね、ジャブがね、いいですね、もう基本ができてますね、はい、意外と切れたりするんですよね。そうですね、これ新田さん、はい、やっぱりブロニカのあのパンチはなんとかこれ、うん、だからもう、やっぱりブロックしていくしかないですよね。ブロックしてとにかく首を掴んでいきたい、それは作戦ですから、これはね、うん、いいと思いますよ。でブロニカはそれ嫌がってパンチを繰り出してくる、そうなんですよ、なるほどね、うん、さあ2ラウンド目です、これは3分3ラウンド制で行われます。女子ラウェイ、高橋七重、そしてブロニカ2ラウンド目に入りました。前蹴りまた高橋が押し込んでいく、最初からローキック、そしてガードしながらロー、ガードしながらロー、このコンビネーションできました。逆にブロニカは今右左のワンツー、高橋正面からのパンチは効いていますかどうか。さあ高橋イケイケコールに乗りまして、しかしブロニカの左のパンチ、左右もう一回右、高橋打たれても打たれても前に行きます、右、さあ高橋バック、バックブロー空振り、もう一回高橋が行く、今ブロニカはこれを嫌がって距離を取りました、ブロニカも距離を取りました、そして高橋も飛び込めないか、間合いを縮めた高橋、ローキック、ミドルキックは今度ブロニカ、うん、バックブロー開始、ブロニカ、さあ高橋当てなくていいんでジャブを出すと嫌ですよね、ジャブを出す、なるほど、パンチでもローキック効いてますよね、ローキック効いてる、さあ高橋押し込んで、首が取った、首が取った、さあ高橋膝が組んだ、高橋そのまま押し込んで
圧力をかけながら高橋パンチ、もう一回高橋が上体を浴びせようとしますが、これをフローリカが嫌がりました。いいペースに、いいペース、はい、掴めてますよね。さあ、さあもう一度パンチを食いますが高橋負けない、この人は倒れない女。そうだそうだそうだ、そして膝、膝、膝、相当嫌だった。やはりブロニカは膝嫌ですね。嫌がってます、嫌がってますね、はい、高橋もう一度首を掴んでの膝に持ち込めればどうだ、ローキック、パンチは右、ブロニカの右、膝ローキック、もう一回高橋、うん、何度かパンチを食ってるようですが顔面の羽はそれほどこちらからは伺えません。ローキック、ローキックました、はい、今度はローキックです。そしてもう一度高橋チャンスをつきた、さあ高橋押し込んで、これセコンド陣です。これ安らいや、もう1ラウンド全然セカンドは先日で違いますね。この MMA ロード FC で鑑賞したプロレスラーのヨシコがついているようです。もう顔面だけでちょっとガードね、しっかりして、このパンチは気をつけないといけない。右ちょっと効きました、嫌がったのは高橋、そう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 、自分でしかしガードしながら前に行く、そしてもう一度膝、さらに膝、さらに膝、膝、もう一回、今度は頭4連発、頭4連発、続き効いた、これはアイナさん、今の頭突きは効きましたね、4連発、さあ、私は石頭ですからと語っていた高橋、今度パンチ、ぐらついた、高橋、ぐらついた、大丈夫か、高橋、高橋がちょっとぐらついた、今のちょうど。バックブローは外しました、高橋押し込んで捕まえた、さあそこで膝、さあ高橋ここからペース配分をちょっと変えたい、今ガラッと終了、2ラウンド終わりました。山口さん、はい、この2ラウンドどうご覧になった。もう異種格闘技戦のような、まさに、はい、まさにボクシング対レスリング。そうですね、あのローキックを使って、続きも使っての、はい、と高橋のローキックは効いてますね。効いてますね、あと膝も嫌ですよね。なるほどね、あこれ新田さん、はい、しかしパンチは随分食いましたけど高橋はタフですね。タフですね、タフですね。いやもうその2月の試合とかもそうでしたけど、もうとにかく根性がすごいんですよ。すごい、もう打たれても打たれても前に出てくっていうね、やっぱりね高橋選手のねそのハートは半端じゃないですよ。でこの続きね4連発、そうです、これは見事に効きましたね。気持ちが出てるじゃないですか、はい、そこはね、はい、相手も嫌になっちゃいますよ、嫌になっちゃう、はい、3分3ラウンド制です。したがっていよいよこれがラストラウンドということになります。いやーしかしブロニカも立派、ブロニカも立派、やっぱりボクシングで負けなしっていうのはやっぱり素晴らしいですね。でラベイ初出場ですからね、この人もね、ある意味ではこのラベイになれるなれないっていうのはあると思いますが、す、ね、あ今押し込んでちょうどあのセコンド陣で先ほどはヨシコがね見ていましたがね、ちょうど今ずいぶん入念にこれ声をかけてるようですね。さあいよいよこれから3ラウンドに入りますが、アイナさん、はい、今高橋七重に声をかけてください。どんな声ですか。いやちょっともっともっとパッションを見せてほしいなって思いますね。はい、もうあの頭突きがあれが決まった時にはかっこいいというふうに言ってましたね。かっこよかったです。もうこういうのを見るの本当にもうすごい燃えます、はい、ねえ頭突きかっこいいですね。残り3分です、あとドラマは、はい、さあいよいよラストラウンドになります。どこまで回復した。逆に言えば高橋のが押してる感じじゃないですか今。むしろむしろ、うん、むしろスタミナ面はどうなのか、はい、実を言うと38歳高橋七重は自分はいつでもその引退ということも考えるほど年齢というのは非常に壁なんですとは言っていました。しかしながらここは完全燃焼高橋、そう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 、さあ押し込んでいく。いよいよアバンテージがちょっと今これ流れましたんでレフェリーが止めました。これ思うんですが山内さん、はい、このバンテージも本当に巻いてそれからもう一度巻き直すんですが、はい、ちょっとやはりいつもの感覚と違うでしょうから、これどうなんですか。山口さんはバンテージでパンチを繰り出すって機会はありましたか。ないですよね。ないですよね。拳の一番強い部分だとかなかなか把握できにくい。そうですね、いやでもやっぱりあのナックル当てやすいんじゃないですかね。当てやすい逆に、はい、あそうですか、意識しやすいんじゃないですか。あなるほどね、はい、ただ怖いですよ ね、 怖いですね、指の負傷が、グローブはその分重さがあって相手にダメージも当たりますけどね、はい、ちょっとまだ違いますもんねこの素手の感覚とはね。さっき元気さんに聞いたら、やっぱり相手にダメージもあるけども、自分の拳へのダメージもあるっていう、痛めるでしょうね。そうなんですよ、
いましただからどっちとも言えないですからね。でこれ山内さん、これこういうインターバルってのは選手にとってはどういうような感覚になるんですか。その状況に戦う気持ちがスッと落ちてしまう、状況に応じてじゃないですかね。休みたいとき休めたらまたちょっとこう稼いでいっちゃおうって逆に、なるほど、はい、アドバンテージにしたい、はい、あ気持ちがそのまま静まるわけではない。今3ラウンド目、うん、これ2分46秒で時計は止まっています。マイナさん、はい、一瞬の静寂です。そしてまた一瞬に火がつくという、これがすごいでしょ。でも気持ちの切り替えがね、同時に音楽がスタートしますからね、ねえ、煽るようにさあ金属音楽が流れてきました。ジャッジロー、そしてパッチはこの日か、さあ高橋奈々江パンチを食いました。ワンツー、顔をちょっと背けていますが、もう一度で相手さえ掴めれば、相手さえ掴めれば高橋奈々江、そこはプロレスラーだ。ブロニカはこの距離でパンチを繰り出しに行きます。ブロニカはこの距離でパンチを繰り出します。さすがに、さすがにナショナルチープの強化指定選手ボクサー、相手の目を見て右左、そして今度はロー左右、ワンツーワンツーを連打。今ブロニカブロックしてれば、さあ高橋が首を取った、首を取った、膝、さあいけ高橋、そのまま膝、そのまま今度は投げいくか、首取って、首を取って、高橋腰をためて投げた、ちょっと不完全、ちょっと体勢は整いませんでした。しかしながら今の投げのタイミング、ブロニカは外しましたが、ちょっと嫌なもんです。高橋が押し込んでいく、さあ高橋、そして今捕まえている、首を掴んで膝、高橋今度はパンチ、連打を見せたのはブロニカ、手数は多いぞ、ブロニカ手数は多いぞ、呼吸を整えて高橋の前、バックブロー、さあ見よう、パンチャー、これ入った、パンチが入った、これ嫌がった、しかし倒れない、ナナエは倒れない、そのまま、そのまま高橋ナナエ防戦、しかし甘い、甘い、パンチ連打、高橋倒れない、しかし足は今ふわふわとしている、高橋ナナエ大ピンチ、続き今度はブロニカの頭、高橋ようやく今リズムを取り戻しました、首を取った。さあここはレスラーだ、ここはレスラーだ、残り43秒、高橋負けない、一旦はフラカッとしたその体勢ですが、新田さん、はい、立て直しましたね。そうですか、いやーパンチ取れた、高橋これを嫌がる、高橋これを嫌がる、パンチを嫌がる、高橋が押される、高橋が連打を振る、ブロニカ、ブロニカ攻勢、ブロニカパンチ、ブロニカ今右、ブロニカ今今度は手で倒した、逆に倒した高橋の前、いやー今 TBC ホールの心を捉えました、高橋に大きな声援だ、しかし残り時間がもうあと10秒、やったー高橋、ようやくレスラーらしいところを見せましたが、ゴング、ナイスファイト、ナイスファイト、結局はドローです、結局は試合はドロー、しかし心を捉えました高橋の前、危ないシーンは数多くありました。最終ラウンドまで戦い抜きました。しかし山口さん、はい、何かハートが熱くなる試合でしたね。そうですね、もうやっぱりみんな応援してましたからね、はい、熱くなれましたね。まず高橋から伺いたい、危なかった3ラウンド目、危ない、終盤がね、倒れなかったですね、気持ちで持ちこたえました。ブロニカもやっぱここ仕留めに来ましたよね、行きましたね、はい、さあただいまの試合は息を止めてのワンツー連打、勝敗が決しませんでしたので、本当にこの辺りは一番のピンチだったでしょ。でもねやっぱりね、前回同様やっぱり高橋選手のねハートが強いんですよ、あまりにね、あまりに強い、強いですね、うん、そして逆襲をするという高橋でありました。やっぱねプロレスのね、はい、そのいいところを全部出しながら、はい、またロックキックとかいろいろ練習してきたんですよね、前回大会は解説でも非常に理路整然と戦いを分析していました高橋奈々江が、今リングの中で
ブロニカとドローということになりました。さあそれでは両選手に激闘をたたえ金メダルの授与です。今戦いが終わりました。どんな印象をお持ちになりました？よろしくお願いします。悔しそうな顔をしているなっていう、ね、なんか、なんていうんですかね、もうこれからすごいものを見れるんじゃないかなっていう、はい、期待でいっぱいです、ねはい、おそらくまだまだ戦う機会があるでしょうからそうですね、大きな声援でこれ高橋七重またリングにね立ってほしいですね。ねえ、だけどブロニカ選手もこれからラウェイでどんどんやってったら、はい、ということになるんでしょう。とんでもない選手になりますよ。これは今ラウェイ初参戦ですからね。これが慣れてくるとね。そうですよ。見事な戦いでした。互いにご覧のように取ろうというその結果に終わりました。しかし新田さん、はい、本当におっしゃるようにこのブロニカは。これからの伸びしろが楽しみですね。いや未知数が半端じゃないですね。あのパンチだけでも十分これ見応えありました。さあ高橋七重ブロニカ今ご覧のように互いのドローを称える戦いの神への今ヤイダンスです。高橋は悔しい声を出しました。